みんなに伝えるのはもしかしたらもうちょっと後かもしれないし、まだまだかもしれないけど、え、シリと行くの私楽しくなってきた。はい、友永美代です。今回は雑談をやっていきたいと思います。それでは美代チャンネルどうぞ。何するんだろう。なんか本当はさ、多分ご飯食べながらとかだよね。私もなんか飲み物とか一回持ってくることにします。なので少々お待ちください。よし、飲み物持ってきました。と言ってもなんかスムージーでも作ろうかなと思って、このね、今これ好きなんですよ。コンビニとかでも売ってるこのリプトンのフルーツティーがすごく好きで、これをスムージーにするのに今すごくハマっている。まあ、普通に飲んでも美味しいんですけど、こう破って、うっ、おー硬い、きた。スムージーにするので入れていきます。いいね。半分ぐらいかな、もうちょっとかな、入れて。めっちゃおしゃれじゃない、なんか美味しそう。この中身は氷3つぐらいとリンゴをいい感じにカットしたやつを何個か入れて、冷凍のいちごとブルーベリーを2個入れてます。いきまーす。なんか氷とかがカラカラ言わなくなるまでひたすら、あ、いい気がする。お、あ、いけるか、いけたー、ぴったし、できました。おいしそう、完璧じゃん。いただきます。うん、おいしい。今日も上手にできた、安心。なんか4月はそういうお菓子作ったり、アクセサリーをひたすら作ったり、お部屋を片付けしたりとか、今までずっと7年間アイドルやってたから、なかなかこう家族と接する時間とかお家にいる時間とかが取れなかったから、なんかその分を4月でめっちゃ巻き返したというか、なんかすごく楽しくて新鮮で、なんかお幸せだったなとすごく思って、5月に入るとお仕事のことが少しずつ動き出していたりとかで、すごく楽しい日々を送っています。みんなに伝えるのはもしかしたらもうちょっと後かもしれないし、まだまだかもしれないけど、発表できるようになったらみんなが喜んでくれるといいなと思ってる。最近はレモンシャーベットを作るのにハマっていて、レモンを丸ごと使ったシャーベットでめちゃめちゃ美味しいんですよ。お砂糖とかも使わずに作るから、なんか気持ち的にもすごく罪悪感がないというか、さらっと食べれるレモンシャーベットです。美味しいんだよね。ただなんか1日がかりで作るので、よしっていう気合を入れないと作れないレモンシャーベット。どうやって撮影しようかなと思って考えてたら時が過ぎてる。インスタグラムでいろいろ出てくるじゃないですか。そうするとなんか、あ、ここに行きたいな、そこに行きたいなっていうのがどんどん出てきていて、どこに行きたいかな。じゃあ私が今行きたいところベスト3、1位は決まってて、あ、2位も決まった。3位どこにしようかな。あ、決まった。はい、発表します。じゃじゃん、3位はサファリパークです。なんかね、サファリパークに今すごく行きたくて、網のバスに乗って動物がね乗ってきたりとか、餌あげれたりとか、すごい近くで見れるじゃないですか。半分野生のなんかそういうところに行きたい。クマに餌あげたりとか、ライオンにお肉あげたりとか、なんかね、そういうのも YouTube とかでね Vlog としてアップできたら楽しそうですよね。じゃあ第2位は京都に行きたいです。もうこれはね結構ずっと言ってるんだけど、舞妓さんの格好をしたい。白く塗ってお着物着てこうやって歩いておいでやすって言いたい。あ
とはなんか抹茶とか好きだからいっぱい食べたいし、金閣寺とかも見てみたい。あんまり詳しくないけどじゃあ第1位はドラ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 ドン、韓国です。急に海外、韓国に行きたい。もうずっとお仕事で海外は何回か行ったことあるけど、プライベートで海外に行ったことがないから行ってみたいなと思って、コスメをいっぱい買いたい。切実な願い。あとはご飯、辛いご飯いっぱい食べたいな。あと可愛いカフェに行ったりとか、写真撮ったりとかしたいですね。でもさ、よく考えたらさ、友達どこっていう、え、シリと行くの、私携帯と行くの。お友達と2人で旅行とか行ってみたい。よく考えたら一回も行ったことがない気がする待って、悲しくなってきた。つら。じゃあまず本当にお友達を作ることを目標にしようかな。うん、美味しい。ということで今日はそろそろ終わろうと思います。温かいコメントたくさんお待ちしています。私はお友達を作って旅行に行けるようになりたいですバイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。